ドラゴンクエスト3スーパーファミコン版の、ここはアープの塔1階。どうもタブヤンです。ファミコンソフト大全集、ヤマビコの笛を取りに行きたいと思います。行くぞ。敵強いかな、どうでしょうか。多分でもね、ヤマビコの笛ってオーブを取る前に最初に来るべき場所のような気がするんですけどね。だからそんなに強くないと見た。うん、訪問する順番間違ったね。どこだろうな、これ。ちょっと宝発見。人食い箱？やっぱり弱いよね。ミミックより弱いじゃんね。もうミミック散々倒したのに人食い箱って楽勝。あ、怖っ。宝箱取りましょう。オッケー。確かね、これ真ん中あたりで落ちるんじゃなかったかな。博愛のリングって何？あ、賢さが上がるんだ。いらんな。インテリメガネの方がいいんじゃない？うん。真ん中あたりで落ちるんだけど、真ん中がどこかだよね。この辺かな。とう！よし！成功！おーい、見つけました。開始3分。楽勝ですね、この。とう。命の木の実。オッケー。命の木の実使おうか。キジちゃん。パン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 。さあ、もう用なし。オッケー。これでもうアメリカ大陸制覇かな。うん。次どうしよう。どこ行きましょうか。あ、そうだね、あのヤマタノオロチ倒しに行こう。倒せるか分かんないけど。あ、ちょっとお金貯金しに行きましょう。ヤマタノオロチに全滅させられましたからね。リベンジに行きましょう、リベンジ。倒せるかな。でもあれからちょっとだいぶね、強くなったはずだから倒せるかもしれないですよ。全然炎に耐えられなかったもんね、前回は。うん。ただちょっとキジちゃんがね、まだ弱いかな。もしかしたらね、転職したてだから。でもまあ、したし、もし全滅してもね、お金対して影響ないから。行きましょうか。道具整理してと。キメラの翼でジパングへ。さあ洞窟行きましょう。
ね、何回もやられたから、あ、これ見てもマップ出ないよな。どうやっていくんでしたっけ？左？お、逃げよう。驚き戸惑ってる。さあ、倒せ。これ左じゃなかったかな？違う？あれ？こうじゃなかったっけ？よし！合ってると思う。で、ここ右じゃなかった？よし、来た！いけるかな？うわ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 。怖っ！さあ、行くぞ！ヤマタノオロチ！どうする？猿は戦うしかないよね。レギラマ効くわけないしね。タブヤンも攻撃だな。まあ、犬も攻撃だ！さあ、ここどうする？フバーハとかあったら最高なのにね。そんなんないし。ここはね、意外にピオリムで行こう。ちょっとキジちゃんの素早さを上げたい。おー、弱い！いけるんじゃない？これは。スクルト！あっさり倒せそう。良くないね、全然。あれ、ヤマタノオロチって一回しか攻撃しないんだっけ？え、ホイミしとこう。ホイミしか覚えてなかったもんね、前回。楽勝だ！これが怖いね。ベホイミを自分に。もう倒せるんじゃない？そろそろ。うわ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 、痛いな。ホイミしよっか。生地にホイミで。忙しくなってきたぞ。そろそろ倒してくれ。あー、やばい。これやばい。やばいな。薬草も出しといたらよかったね。これ生地にしよっか。ベホイミ犬もう倒してくれ、そろそろ。あー、やばい。炎2発はやばいよ。おー、よかった。ベホホイミを生地で、ベホイミを猿。ピオリムが効いてるね。一回稼げたぞ。これでホイミで、ホイミをどうしよう。タブヤンにして、生地はずっとベホイミ。勝ったな。まだ倒せないの？意外にヒットポイント高いな。よし。一応スクルトしとくか。スクルトしてもあんまり意味ないけどな。ルカニだね。よし、効いた。最初からルカに一緒でよかったかもね。どうしようか。もう一発ルカに、ルカに。あ、効かない。さすがに効かない。あ、やりすぎたか。いや、もう、攻撃重視で。おお、しぶといな。やばいぞ。タブヤン早くベホイミ覚えてほしいね。どうしよっか、これ。キジにやって、ベホイミ犬。もう倒せるだろう。よし、チャンス。ほい。
タブヤンで、キジが猿。よーし、やったー、ヤマタノオロチ退治。草薙の剣を盗んでいた。いいねー。草薙の剣、あ、装備できないの？なんだ、ゾンビキラーより弱い剣なんだダメじゃん、草薙の剣。売却用ですね。脱出できる？卑弥呼が、え？なんだこれ、あれ？もう一回戦うんだったっけこれ。もしかして。卑弥呼が草薙の剣。いいえ。あ、もう一回戦うのか！マジか！やばいな。ルカに、え、強くなってんの、さっきより。うやっべえ、マジか、こんなん覚えてなかった。うーわ、やっべえ。これはやばいな。宿屋に逃げたんじゃないの、もしかして。わ、これキジ死んじゃう？ピオリもしてないしな。おいおいおい、やばいぞこれは。だなぁ。ルカにはしたからね。あ、弱いな。あ、もしかして草薙の剣使うんじゃない？違う？しまった、草薙の剣袋に入ってる参ったな。これ弱いね。なんか弱くなってる。勝てる。頑張れば勝てる。どうしようかな。スクルトかな。ピオリムしよう。よしよし。よし、普通の攻撃だったらオッケーオッケー。ベファイミー、マジックポイントがない。祈りの指輪持ってたっけ。まずいぞ。もうさっさと倒さないとね、そろそろ。やばいよ。祈りの指輪を使う暇がないね。こうか。アルイヌ頑張れ攻撃。恋実を犬にして、道具、祈りの指輪。よし、マジポイント回復。よかった、持ってて。道具で祈りの指輪何個か持っとかないとダメだね。恋実を誰にする？サブにしよっか。ベホイミは自分。
そうか、ヤマタノオロチで2回戦うんか。すっかり忘れたな。うわ、やっべえ。よし、よかった。通常攻撃や。ホイミを誰にしよう。キジにして、ベホイミを猿に。さっきよりヒットポイント高いのかな。やばい、死ぬか。おお。あ、もうタブヤもマジックポイントなくなった。オッケー。もう戦うしかねえ。そろそろ死んでくれー。もう限界だぜ。マジックポイントもまたなくなった。祈りの指輪使う暇はねえ。よし、倒せ。まだかー。この火の息が弱いのが嬉しいね。なぜかわからないけど。ラストベホイミかなこれ。よーし、よしよしよし。惜しかった。うん。断末魔か。なんと卑弥呼はオロチだった。その噂は瞬く間に国中に広まっていった。そして夜が明けたかな。そして夜が明けた。宝箱？パープルオーブ手に入れました。イエーイ。いやー疲れたね。ヤマタノオロチが卑弥呼様になりすましておったとは。本物の卑弥呼。あー、そっか、殺されたんだね。めでたいといえばめでたいけど、卑弥呼は残念だったね。パープルオーブ手に入れたからオッケーなのか。ありがとうございました。いいえ、どういたしまして。バングこんなんだったっけ。宿屋 ないんだったっけジパング、あ、そうそうそう、宿屋ないんだね、ここね。はい、今回はここまでにしたいと思います。パープルオーブゲット失礼パープルオーブはなぜかかすかに暖かい。ちょっと寒くて喉が痛いんですけどね。パープルオーブじゃなくて龍角散のど飴飲みたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。次回はまた新たな行ってないとこね、行きたいと思います。それではまた、さよなら。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。